はい、ゼイチェンです。今日はですね、このスパムについてね、話していこうかなと思います。まあ、スパムって言ったらね、もうすごい有名ですよね。まあ、沖縄といえばね、もうスパムという感じで、まあ、ここにもあるようなおにぎりとか、あとはまあ、ポーク卵とかね。まあ、今ではね、もうほんとね、その専門のお店があったりとか、あとまあ、ローソン、ファミリーマート、セブンイレブンでね、もう定番として、ね、沖縄限定で売られてますよね。はい。だからまあ、みんなね、これよく食べるんでしょうって。ゼイジ言われるんですけれども、実はね、うちのアンチはこのスパム全然食べないんですよ。うん。だからね、ちょっとそのね、今日はね、まあ、ちょっと勘違いというか、ギャップというか、その話をしていきたいなと思います。はい。で、あとはね、まあこれ、スパム全国で一応売られてますよね。で、沖縄ではね、一番食べられてるっていうので、なんでかというと、まあやっぱ安いんですよね。で、安いですよねってよく言われるんですけど、これなんで安いのかとかっていうのをね、ちょっとまあ話したいなと思ってます。はい。こんな感じでね、このチャンネルでは、まあ沖縄の、まあちょっとね、マニアックな話、オタクな話ね、ちょっとさせてもらって、で、あとはまあ、この、へえって思うようなね、話だったりとか、まあ、沖縄のあるあるとかね、そういう感じの話をしてたりとか、あとはまあ、旅行先でみんなね、よく沖縄旅行行くと思うんですけど、やっぱりね、新しい旅行先見つけるのちょっと大変じゃないですか。だから新しいね、旅行先、旅先を、まあ、これでね、見つけてもらえたらなとか、あとはまあ、最後、移住ね、沖縄移住するときの参考になるような動画、ちょっと出しますんで、まあ、ぜひね、他の動画も見てほしいなと思います。で、まあ、今日はね、スパムなんですけれども、まあ、インスタとかでもよく来るんですよ。デイジよく食べますよねとか、あとまあこれ美味しいですかとかって言ってね、やっぱり来て、でこれだとどこで買えますかとかね、いろんな話で、あと安いですねとかいろいろ来るんですけど、まあね、うちなんちはね、みんな思いますよね、これスパムね、食べないですよ、食べないんですよ、あんまり。まあただね、とはいえファミリーマートとかセブンイレブンとか、セブンイレブンあるかな、ファミリーマートとかローソンとかね、ポーク卵おにぎりっていうのはこのスパムが使われてるんですが、まあこれなんで食べないっていうかっていうとね、これまあスパムっていう名前じゃないですか。だけどこれ全部はね、ポークランチョンミートっていうまあ缶詰のまあ総称みたいなのがあって、ポーク自体は食べるんですよ。このポークランチョンミートは食べるんですけど、このスパムっていうね、このメーカー名のこのスパムは食べないんですね。まあ、何が言いたいかっていうとね、実は沖縄で一番食べられてるポークはこれなんですよ。チューリップのポークランチョンミートなんですね。はい。だからこれの方が食べます。っていうか、これしか食べないです。うん。まあ、いろんなの、まあもちろんね、たまたま食べたりとかいろいろあると思うんですけど、だけど、もうこれが一番ポピュラーですね。だから、お家にスパムがあるっていう時には、だいたい終わっただったら、デイジアスさんもう、なんでチューリップじゃないばでって思うぐらい。で、ポークイコールチューリップなんですよね。本当はポークって総称のポークランチョンミートっていうところの頭だけ取ってポークって言ってると思うんですけど、これが、総称で、なんですけど、もうイコールチューリップっていうぐらい定着してる。定番のもう、うちなんちゃ絶対これっていうような感じのね、ものなんですね。まあ、スパムっていうのはね、まあ、僕的にはね、まあ、かなりね、塩辛くて、しょっぱくて、こういうおにぎりにはすごい合うんですけど、それ以外にはね、あんま本当に使われてないイメージです。で、うちの町の人たちに聞いてもみんなこれです、大体。でね、今回ね、ちょっとね、売り場、ちょっと映してきたんで、まあ、どんな感じで売られてるかとかね、それをちょっと見てほしいなと思いますので、ちょっと見てみてくださいね。はい、スパム会にね、ユニオンにやってきました。今空いてますユニオンっていうね CM でおなじみの24時間営業してるね沖縄のスーパーですね。で、一番有名なのがね、台風の時にね、いつユニオンは閉まるのかってことでね、全然ユニオン閉まらないんでね、トップツイートにもなるようなね、そんな有名な沖縄のスーパーなんですけれども、そこでねスパム今回買いにやってきました。ユニオンっていうのはね、結構まあ安いっていうイメージがあって、あと24時間空いてるスーパーっていうことで、沖縄のね、県民の人たちがね、デジいっぱい来る、スーパーですね。まあ金入れとかとね、同じで、医療とか、医療品ね、とかっていうのは売ってないんですけれども、まあ食品がすごい安いという形で、まああんまり知られてないですけどね、もともと肉屋だったみたいで、肉の仕入れがね、得意で、肉がデジうまいっていうのがね、何気に知られてないんですけど、肉デジうまいんでね、食べてほしいなと思うんですが、ここですね、ありましたね、スパムコーナーですね。まあ、ポークコーナーね、後から話しますけど。で、今回はね、スパムがあって、その隣のチューリップが売り切れだったんですよね。はい。177円ってね、大特価でね、もうほとんどなかった、最後の後ろの方だけね、なんですけど、今回はこちらをね、買ってきました。うん。
まあ、いつもねこんな感じのね差があるってわけじゃないんですけれども、まああのやっぱねチューリップが安かったらねこれぐらいねあの売れます、チューリップの方が、うん。でまあ、いろんな種類出てるんですけど、他にもねあのメーカー違うのもあるんですが、今回はチューリップとスパムの話をしましょうね。はい。でね、今回はね、ちょっとチューリップの方がね、もうデージ安かった、177円になってたから、もうカラカラでしたよね。うん。まあ、だからね、これだけ差が出てるっていうのはあるんですけど、まあ実際ね、もう本当にね、あれぐらいね、まあ人気は、まあ見てわかると思うんですけどね。まあもう人気は、まああれはね、まあ安かったからっていうのはあるけど、まあそれぐらい、まあ他のとこも棚が違うぐらい、まあチューリップの方が売れてます。で、まあやっぱさっきもちょっとあったんですけど、ちょっとこっちは塩辛い。だからおにぎりとかにしたらデージ美味しい味付けもね、あって美味しいのかもしれないけれども、まあポークってね、沖縄デージいっぱい使うんですよ。例えばまあ豆腐チャンプルだったりとか、あとはまあそうめんチャン、チャンプルの野菜炒めとか野菜チャンプルとか、あとナーベーラーとかね、あと味噌汁にも入れますよね。で、あとポーク卵の定食みたいな形でも食べたりとか、あとはもうパンに挟んで食べたりとかね、そういったこともあるんで、ちょっとね、これだとね、僕は塩辛いし、まあ、もっと言うと、普通にね、食べるときっていうのはポーク卵とご飯っていうのがね、一番多いんですよ。だからそのときっていうのはもうちょっと辛いからね、やっぱりこっちかなと思いますね。いろんな料理に合うっていうことですよね。これの方が、チューリップの方がね。で、まあ、お家にもいっぱいあるし。で、あと安い。うん、安いんでね。だから、ちょっとこっちの方が多いよっていうのがね。まあ、うちなんちだったら分かってくれると思うんですけども。結構ね、県外の人たちだとちょっと勘違いしてて、スパムがまあ、イコールポークになってるっていうところがあって、またもポークって言ってるものがみんなスパムだと思ってるんですよね。だからスパムデージいっぱい食べるよねって思ってると思うんですけど、いや、全然そんなことなくてね、チューリップなんですよ。それちょっとね、話したいなと思ってたんですが、まあさっきあったね、まああとスパムってね、でも全国で売られてるじゃないですか。で、これは、チューリップの方はデンマークかどっかだと思うんですよ。これがアメリカかなとか だと思うんですけど、まあスパムはね、全国で売られてますよね。で、ただ、全国の方が高いじゃないですか。うん、多分5、600円ぐらいしますよね。なんかなんでこんなにね、差があるばって、200円とか差があるばっていうのがね。まあいろいろまあもちろんね、ちゃんとこれだから安いんですよっていうふうに言われてないんですけど、まあいろいろあって、まず一個が、この、沖縄のね、このホーメルっていう会社があるんですけど、これ、沖縄ホーメルって言って、もう、こっちも会社があるんですよ。だから、なんか資本提携してて、本社のホーメルとね。だから安く取れるとかね。あとは、あともう、こっち安いじゃないですか。このポーク。だってポークっていっぱい食べますよね、沖縄の人たちは。さっき言ったみたいな料理いっぱい使いますから。だからやっぱ安いんで、やっぱ価格低くしないといけんさってことで安くなってるっていうのと、あと最後にね、多分一番大きいのが、これね、もともと、沖縄ってアメリカだったじゃないですか。だから、アメリカでいっぱいやっぱ広まっていきましたよね。うん、いっぱい食べられるようになった、缶物っていうのはいっぱい食べられるようになったんですね。まあ、シーチキンもそうだし、ポークもそうですよね。だから、そういう意味で、どんどん広まっていってた。で、そしたら、独自のルートでね、仕入れをアメリカの時にしてたんで、その名残で、日本にね、なっても、返還されたってなってもね、独自のルートがあるんで安いんじゃないかっていうね。この、ま、大体3つ。があるので安いという形なんですよね。だから、まあ、もちろんお土産でね、買っていく。まあ、僕もよく聞いてましたけど、お土産買うときにね、これやっぱスパム好きな人がいるんで、もうね、大量に買っていくと、あっちで買ったら高いからこっちで安くしてからね、まあ、他のお土産とも一緒に混ぜてから、それで送るとかね、っていうのもよく聞いてたんですけど、うん。やっぱりね、まあ、安いっていうのはあります。ただ、お土産で買うのももちろん、まあ、スパムも安いから絶対買った方がいいとは思うんですけど、わだったら絶対こっちおすすめしますね。チューリップ。これ絶対食べて、もう食べたことない人は絶対食べた方がいいと思う。これちょっと塩辛くてか食べれんとかね。あれ、これだとちょっとね、もうこっちしすぎててとかって思う人たちはぜひこれ食べてください。うん、こっちのチューリップの方はね、デージ美味しいからね。もうこれ大好きだったわね。うん、ただ、ちょっとスパムはね、辛い。だから、あんまりね、食べない人たちも多いんですけど。ぜひね、ここはね、チューリップ。お土産でもそうですし、ま、通販とかでも売って、ちょっと高いけどね、売ってるんでね、ぜひ試してみてほしいなと思います。はい。じゃあ今回は、ま、スパムのね、以上ですね。ま、こんな感じでちょっとね、ま、マニアックなね、話とか、あと
まあ旅行先とかね、そういったところとか、あと今だとね、まあこの、今の沖縄の現場の状況とかね、そういったのを、まあ僕、ビーチもいっぱい回ってるし、観光地もいっぱい回ってるし、あと取引先とかね、そういったところに観光業の人たちいっぱいいるんでね、まあそういった状況だったりとか、今おすすめとか流行ってるとか、そういったものもお伝えできればなと思ってますんで、ぜひね、他の動画も見てみてくださいね。はい。じゃあ今回は以上になります。